シェフの藤森よしみです。 HIS 先生です。よろしくお願いします。本日はどんな料理を作っていただけるでしょうか。今日はですね、あんかけ焼きそばを作ります。なるほど、あんかけ焼きそば。今回家で作るっていうんで、ミックス白菜炒め、焼きそばも38円で、まあなぎたもやし、まあ家で作るんでね、ちょっと値段安めに仕上がるように、はいはい、海鮮とか入れて、あの五目あんかけ焼きそばにします。で、青みオクラとか入れてるけど、あのほうれん草僕買い忘れたんで、オクラ入れてるだけで野菜を処理していきますね。はい、オクラの、てか主婦やったら知ってるかな、オクラの。知らないぞ、俺らの地味な作業。カットでいいかな、ここ。カットしすぎたらもう今回ないで。で、終わりです。アワビだけはこの辺硬いんで落として、キノコはね、裂いた方が美味しいと思います。ネギを、いやだ、太く切るね。今回あのオクラとか結構デカめやから、なんか多分テンションが上がらねえやろ。あ、そうそうやろね。普段焼きそば出してないんで、乗り気じゃないところ。で、タケノコはこんぐらいに切って、野菜は野菜で、機嫌悪めえな。もやしの処理はこれで。あ、そんなもんしか使わへんねや。いや、まあ別にそんなん言われたらもうちょい使うねえか。ごめん。で、白菜炒めも、うわ、すげえ落ちた。ここで落とした方が美味しくなります。必ず落としてください。あ、ほんとに。はい、で、J、 J、 あ、もうお前もう寄ってる。もう赤い人やばい。今日やばい。こんな感じですね。で、豚バラこのぐらいのサイズにカットしていきます。麺1個のあれじゃないな、材料じゃないな、あの、後で食べます。俺の残飯として、こんな感じかね。じゃあ、調理に移っていきます。了解。こんなことある。ちょっと、吉見の調子と一緒やろ。海鮮をボイルしていきます。ああ、豚肉も炒めていいんですけど、炒めようかな、どうしようかな。個人的にはね、豚バラはボイルした方が、そうなん、美味しいかなって思ってます。まあ焼いた方がもちろんその香ばしいっていうか、根本的に言うていい、うん、ご家庭に鉄鍋があるかどうかって言われて。今日はもう手順的に一緒に茹でちゃった方が楽なんで茹でます。エビ投入かな。そう、エビ投入、時間のかかる順に投入していくって、まあ当たり前なんですけどね。なるほど、なるほど。もう匂いないですよ。このホタテはもう生でも食べれるんで、で、豚バラは薄いんで、もうほんまに余熱で通るぐらい、こんな感じで湯切り。うわー、すごい、いいよ、いいよ。もう音が、この油同士も一緒ですね。昨日通りにくいっていうか、硬いやつから基本的には掘り込んでいく。で、オクラ。最初入ってもちゃうぞ、お前。ほら、早いよ。で、焼きそばの麺を焼いていくんですけど、結構油多めで大丈夫です。これぐらい。まあ、鉄鍋でやるときは、まあ、皆さんよく使ってるんで分かると思うんですけど、しっかり鍋を焼いとかないと、麺がくっついちゃうんで、で、皆さんがいつもよくある、よくやるチェーンですね、こうやって。チェーン。で、チェーンしてるときに、この、ちょっと飛び出てきた麺を中に入れていってあげます。で、この、してるときにちょっと分かるんかな、外側が色づいてるこの辺とか、あ、ちょっとカビってきてるね。そうそう、ちょっとそれを返します。ならこういう感じ。うわ、これはよくテレビで見るやつや。そう、で、また同じ工程中に盛り込んでいって、最後さらに高温にして、また壊れた。足壊れた。三脚の足壊れた。三脚が壊れました。はい。セロハンテープで止めた永遠的なアナログ感。焼きそばをチェーンした後の鍋でネギを炒めていきます。材料は形揃えた方がいいってあるので、醤油を焼いて、あのチキンコンソメ、オイスターソースで、砂糖で、ラウチューアンですね。で、ちょっとあの白菜がしんなりするまで
煮込んでもらって2日かかりますね。2日かかる、はい。で、胡椒、はい、じゃあ、2日経ってます、今。そう、家帰りたい。子供の顔も見たいし、先ほどの野菜を入れて、今回ちょっと固めに握った、よく握ったら固くなる。ごま油が見つからないんで、ネギ油でいきます。先ほどの油切れた焼きそばを盛り付けて、2日煮込んだ焼きそば、もうだから実質3日経ってますね。はい、俺も帰りたい家、はい。ナイフで買った食材でできんねんで、これが。はい、完成です。はい、じゃあ実食してもらいましょう。ありがとうございます。いただきます。はい、それでは吉野君が作ってくれた五目あんかけ焼きそば食べていきたいと思います。すげえ。なんでお前邪魔するの今のこのタイミングで。ヤシミ君が今作ってくれた五目あんかけちょばた。お前ですよ。全てはお前が狂わしてるからね。それではよろしくお願いします。ちょばたします。お待たせです。五目あんかけちょばね、やっていただきます。おいしいですね。うん、カリカリのとこもあれば柔らかいその蒸し麺状態になってるところもあって、うんうん、もうわけわからん、もうこれ。おいしい、おいしい、野菜いっぱい入ってる、おいしい、しっかりしてるわね。すごいアルコールが合う。初めて。